伊豆急行8000系電車。伊豆急行8000系電車。伊豆急行8000系電車は、伊豆急行が保有する電車。2005年、平成17年4月1日に営業運転を開始した。45両が在籍している。1990年代後半に100系の老朽化のため、取り替えに際し、代替車両の候補としてまず親会社である。 東京急行電鉄の8000系が上がっていた。しかし当時は8000系を廃車する予定がなかったことに、加え、車内サービスを維持するための片側に扉に、改造しての導入では、伊東線との直通運転に適していないこともあり、本系列導入までのつなぎとして、東日本旅客鉄道、JR 東日本より提示された113系及び115系を200系として導入した。 その後、2004年、平成16年より8000系、8500系一両を、含むを譲り受けし、順次改造、整備の上で導入。200系全車両と2100系、リゾート21に編成を置き換えることとなった。本系列導入の際、系列名はそのままに形式名、車両番号を80001体に、デハの故障を、クモハ、モハに振り直している。 以下のように2種類の編成と5種類、あとに1種類追加の形式が用意された。制御装置などは、基本的に、東急時代のままであるが、MT 比、ATS と減速度の関係により、東急時代の運転最高速度時速 110km、起動加速度時速 3.3km、S6M に T 編成イコール MT 比3、1の場合から、 最高速度時速1 0 0トル、軌道加速度時速2 0トル S に抑えられている。なお、改正ブレーキは、東急時代と同様、単独車、減損しないは、時速4 5トル、ユニット車は、時速2 2トルで執行する。クモハ8150型は、東急8 0 0系に制御電動車が存在しなかったために、走行機器付きの中間電動車、 8100型に運転台を設置することで用意された。増設された先頭部は上部の通過標識灯、急行灯や側面のコルゲート板はないものの、それ以外の形状はオリジナルの先頭車に準じた形状となっている。オリジナル車に残る通過表示灯は東急時代に使用が停止され、伊豆急行でも使用していないので運行に支障はない。 クモハ8250型は当初制御者のクハ8050型に改造される予定であったことから、クハ8050系の消滅後に改造された車両も、クモハ8150型と異なり、東急クハ8000型から改造されている。利戦対策のために、パンタグラフが新設されたが、搭載スペースが考慮されていなかったために、最も運転台側の冷房機1機が撤去され、 その跡地に設置されている。さらに、冷却能力の低下を補うために運転大丈夫に、新品の小型冷房機が設置された関係で、干渉を防ぐために、パンタグラフ形状は折りたたんだ、際の専有面積の小さい、シングルアーム式となった。伊豆急でのシングルアーム式パンタグラフの採用は、200系、回3回8編成についで2例目である。モハ8200型は、 単編成で運行するために、利線対策として、パンタグラフを持つデハ8100型に東急デハ8200系の床下機器を移設して、東急デハ8200系相当のパンタグラフ付き車両に改造された。クモハ8250型も、気候的にはモハ8200型に準じたものに、改造されている。これら一連の改造には、 東急8000系が解体された際に発生した部品が一部使用されている。戦闘車には廃焼機、スカートと連結作業対策の電気連結機が設置された。廃焼機は東急9000系などと同じ形状である。外観は車体外部の帯が東急の赤色に変わって100系をイメージした濃淡2色の水色。 ハワイアンブルーとなった以外にはさほど変化がないものの、内部は徹底的にリニューアルされ、座席定員は一部の車両でわずかに増加した。ロングシート部分は車両によって、東急時代の更新工事の有無で形状が異なっている。更新車は、ドア間の座席が仕切りで4人がかりと3人がかりに区分され、端部にも仕切りが設置されている。詳しくは、 東急8000系電車更新の項目を参照。車体側面の車掌は2005年度入選者は、東急時代の車掌プレートの時部分に水木の文字を被せた状態で使用されていたが、2006年度入選者から新規作成されたものが設置されるようになり、2005年度入選者も交換がなされた。新しい車掌プレートは東急と同デザインであるが、色が 赤からオレンジとなった。その他、運行面の改造として、ワンマン運転への対応や伊東線への入線装備の追加が行われている。なお、ワンマン運転時には、全面貫通扉窓の上部に、ワンマンの看板が取り付けられる。一部の車両にはさらにレールへのというも設置された。熱海駅伊東駅伊豆急下田駅間の普通列車で運用される。 当初8000系は50両が導入される予定であり、200系の全車と2100系、リゾート211から3次車の換へを対象としていたが、その後、リゾート213次車の置き換え中止に伴う、導入計画と蘇生の未死により、2008年から、それまで在籍していた4両編成、2両編成を、それぞれの編成中央でばらして3両編成に、組み替え、 右表も参照。これにより各編成にトイレを設置するため、伊豆急下田よりの葉8000型に追加改造工事が施行された。このため編成の蘇生量数は同一であるが、車両構成は2つのタイプが存在する。本節では編成番号に合わせて AB 編成と区分する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。